ケン、着てたの？ちょうどよかった。どう？このドレス。上品で控えめなデザイン。私のイメージにぴったりだと思わない？思うよね。あなた、下がってろ。何者だ貴様。うわぁ、3、2、1、撃て。よくもぶちかましてやる。3、2、1、撃て。リンダ完了。よし、次は2階だ。やめな。剣に指一本でも触れてみな。ただじゃおかないからね。ヒュームバーニングの左腕にかけて、このリンダさんがとことんお相手するわよ。パパの原稿は特別痛いわよ。殴られて育った私が言うんだから。確かでしょ。さて、誰から来るの？うっ、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 いいぞ、いいぞ。もっと腰をくれ。ほら、休むな。踊れ。大丈夫よ、心配しないで。 B モード起動。3、2、1、5。3、2、1、撃て。納得いかないかね。まあ、これを見てくれ。どうだい、この腕頭骨筋から上腕二頭筋に続くエレガントなカーブ。そう、リンダの左腕だ。ちゃんと幸子につけておいたよ。どうだ、幸子でどうだ。それからこのドレス、見覚えないかい。リンダの部屋からいただいてきたんだ。あつらえたようにぴったりだろう。どうだ、幸子でどうだ。理論的にはね、子供も産めるはずなんだ。試してみようよ。どうだ、え、幸子でどうだ。うーん、生娘の匂いだ。どうだ、どうだ、幸子でどうだ。そうさ、一人娘を亡くした親の逆恨みだ。どこが悪い？俺に教えてみろ！あの瓦礫の下から這い出してくるのは簡単ではなかったよ。何度もくじけそうになった。でもその度に心の中で幸子がこう言うんだ。お父様はいつも最善を尽くしてきたし、できることは全てやるんじゃなかったの？忘れるところだったよ。一人寂しく眠り続けている私の可愛い幸子のことをね。